おいっすー、キャラ編でーす。日本リリース始まりますね。皆さんいいスタートダッシュ切れちゃいますか？今回から課金者無課金者限らず序盤に知っておいてほしい戦闘力を盛るちょっとしたポイントを紹介したいと思います。それは闇の精霊のレベルについて、まあレベル上げについてですね。いやそんなん知ってるよっていう方もちょっと聞いてください。闇の精霊のレベル上げシステムはとても簡単ですよね。いらない装備をぶち込むだけ。こんな感じでピッ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 といらない装備をぶち込むだけで闇の精霊のレベルが上がって追加戦闘力を獲得できるっていうものですが、黒いオーラをぶち込む前に知っておいてほしい知っとくポイントがあります。それが、こちら。見えますかね？闇の精霊の言葉。返せって言っても無駄だから、後で泣き出すなよって書いてある。その下。黒いオーラ、経験値獲得量、30%。これ、黄色文字で書いてある。これ。これが大事なんです。これについて今回は紹介したいと思います。で、これは何かというと、黒いオーラを吸収するときに、単純に、経験値量が増加するというものなんです。なんで、まあ、黒いオーラ、これですね。凝縮された黒いオーラ。これを食わすとき、ギュイーンってレベル上がりますよね。これがもっと上がるっていうものです。ここを持っていれば、黒いオーラ経験値獲得量を持っていれば、もっと上がるっていうこと。まあ、結構大事なことなんですよね。はい。まあ、大事だと。まあ、それは何で伸ばすことができるのかっていうことなんですが、ズバリ、光原石、ペットのパッシブ戦闘プラスです。そしたら光原石から、まずは軽い紹介をしていきたいと思うんですが、これが光原石になります。で見てください。今回大事なのは右上の光原石だけなんですが、軽く光原石についての紹介だけしちゃいます。光原石っていうのは装備品と同じようなものだと思ってください。で V が左上右下左下っていうのがありますと。左上の光原石には闇の精霊の怒りダメージ量っていうのがメインオプションとしてついています。で右上はこれ大事なやつですね。黒いオーラ経験値獲得量っていうのがついていますと。で右下は上位推奨、合成確率増加率、まあ、要は、合成推奨を合成するときに確率が増加するよっていうことですね。で、左下は突破手数料、強化するときの手数料が 12.5 マイナス、まあ、12.5 っていうのは違うか、突破手数料がついてますよっていう、強化値が安くなる。で、まあ、今回大事なのは右上なんですよ。右上ですと。これ、黒いオーラ経験値獲得量が増加する。これがついているんですね、光原石には。光原石の右上にはついていると。で、これが大事なんで、まあ、黒いオーラ経験値獲得量を盛りたいので、光原石、なるべく高い、レア度のものを装備してほしいっていうこと。まあ装備した状態で強化をしてほしいっていうことなんですね。で僕の場合は今一番高いのでこれか、クロヨーラ経験値獲得量 20% っていうのが僕の持ってるルーンの中で、ごめんなさい、光原石の中で一番高いので、これを装備した状態で強化すると闇の精霊のレベル上げるといいですよっていう感じなんですよね。まあ、光原石には、青ランクから、サブオプションがつくので、まあ、この系列ダメージですね。セルト系ダメージとか、クリティカルダメージとかつくので、まあ、詳しくは、また違う動画で光原石についてっていうのを紹介しようと思うので、そちらの方でしたいと思います。今回はこんな感じ。右上が大事だよと。闇の精霊の強化のためには、右上の光原石が大事だよという感じです。次ペットですね。ペットでも盛ることができると言いました。これですね、ペットのパッシブになんと黒いオーラ経験値獲得というか黒いオーラ経験値プラス 4% ってついてますね。ペットにもそうです。ペットにもつく。でペットの場合は、パッシブにつくので、これは、ペットがパッシブつくときっていうのは、ペット入手したときまずつきますよね。つくと
で合成したタイミング、合成したタイミングはパッシブスキルを変えるチャンスでもあるので、その時につくことがありますと。まあこれはもう運ゲーにはなるですけど、まあ黒いオーラ経験値獲得っていうペットが序盤の方からまあゲットしている、もしくは課金でゲットできるのであればゲットした方がいいですよっていうことです。ペットでも盛ることができるので、はい。で最後に戦闘プラスですね、まあ、これは完全に課金者のものになるんですけども、戦闘プラスこれになります。戦闘プラス14日箱とかまあ他にもいろいろありますけど、戦闘プラスまあ今回はこれでいいか。戦闘プラスには、黒ヨラ経験値獲得量 10% ついてるんですよね。 10% ついてるということなんで、まあこれを駆使すると、要は光原石、まあ例えば紫色つけますと、紫色つけて 20% 稼いだ。で、黒ヨラ経験値獲得量 10%、セントプラス、セントプラスで 10% 稼いだ。これで 30% で、残りペットは、黒ヨラ経験値獲得、仮にペット3体とかについていたら、だいたい 40-50% ぐらいまで稼ぐことができちゃうんですよ。で、フレンドいるんですよ。僕のフレンドに 40-50% 稼ぐことに成功したフレンドっていうのがいて、だいたいこういう感じになってます。こういう感じ、まあ 40-50% 稼いでますよね。で、この状態だとやっぱりレベル上がるのが早くて、僕は現在闇の精霊のレベルが91なんですけども、このフレンドは97になっていますよね。なっています。なんで結果差として生まれてくる、意識していると差として生まれてくるよっていうことなので、序盤まあできれば気にした方がいいですと。光原石、ペット、戦闘プラスこの3つ、この3つは気にした方がいいですよっていう動画でした。あ、最後にすいません、おまけなんですが、光原石の主な入手方法言ってませんでした。光原石の主な入手方法は、おそらく現在は古代遺跡が一番ゲットしやすいかなと思います。古代遺跡の報酬で光原石ゲットできるんで、もしくは、フィールドの戦火箱から出ることもたまにあると思います。もしくは課金ができる方であれば、課金から光原石の破片を買ってもらうこと、購入してもらうことができるんで、まあここからでもゲットできますよという、主に3つですね今は、からできるんで、ぜひ、試してみてください。よろしくお願いします。今回はこんな感じで終わらせていただきます。はい、この動画がいいなと思った方は高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。毎日 YouTube ライブの夜10時から配信しておりますので、お気軽にコメントください。遊びに来ちゃってください。よろしくお願いします。で、まあ、最近なんかは、まあ、リリース直後っていうことなんで長時間の配信しております、しているので、Twitter の方で告知しています。毎日告知してるんで、まあ、昼夜っていう感じで配信してると思うので、ぜひそちらもよろしくお願いしますてな感じで、今回はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。